衣笠さんの登場よ。青葉ともども、よろしくね。午前6時です。新しい朝が来るね。午前7時、何やら世間が慌ただしくなってきましたよ。午前8時、朝の連続ドラマとか見る方？午前9時、デイリー任務とかやっちゃう？午前10時です。お部屋をそろそろ模様替えしない？午前11時、何やら食堂からいい匂いが。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン！ 12 時、お昼の時間。私のランチはカレーよ。あなたのお昼は何？午後1時よ。お昼休みでしょ？すやすや。午後2時です。提督、午後も頑張ろう。午後3時。提督のランキングチェック。午後4時。そろそろ夕方よね。夕方5時。アフターファイブはどうするどうする？え、今そんな風に言わないの？午後6時です。提督、お腹すいたよ。午後7時。私の夕食はね、またカレーでした。午後8時。さーて、そろそろ重くなってくるね。あ、体重じゃないよ。午後9時。あれ？誰か来た。ああ、青葉じゃん！お疲れ！午後10時。青葉取材してたんだって。カンムスと記者って兼任できるんだ。午後11時。提督、そろそろ寝ないの？え？これからが本番？元気だなぁ。深夜0時です。衣笠さんは熟睡です。にゃ。午前1時になったよ。寝ないの？午前2時です。頑張るんだね。午前3時です。ねえ、いつ寝るの？午前4時ですよ。もうこうなったら意地だね。徹夜だね。午前5時よ。お天気ニュース始まるよ。あんまり触ってると触り返すぞ。ほらほら。